あー、こんばんは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 、こい、え？今日もお綺麗ですね。ありがとうございます。こんばんは、こんばんは、こんばんは、こんばんぶさ、こんばんにゃ、こんばんは、今夜もよろしくお願いします。こんばんは、こんばんは。なんかさ、ゲーム配信の後だから、なんか、すごい画面が寂しいんだけど寂しく感じる。てるように見えますね。まあ絶対他の人よりめっちゃ毛あるけど、髪の毛の量異常に多いんで全然その横のあの刈り上げの毛が伸びて、でも中途半端だから今ネジネジしてピンで留めてます。こんばんは、こんばんは。天気の子よりも中やん配信見る。どっちもアーカイブというか録画も、録画機能持ってる人は録画できるだろうし、こっちはこっちでアーカイブ残るから好きな方見てください。私は天気の子、ちょうどなんかテレビそのアダムスファミリー見てたんですけど、録画した再生を終えた時にちょうど始まるようのタイミングで録画しました。こんばんは。てかアダムスファミリー、私が生まれて日本で公開したの一切なってないぐらいで、めちゃくちゃびっくりしました。私再放送見たのかな。めちゃくちゃ好きだったんだけど、今も好きですけど、なんか好きな映画何ですかって言われても、なんかその私そんなになんか映像の記憶があんまりなくて、ある言われたら、ああそれ好きだったかもってなるけど、めちゃくちゃ記憶力悪いから全然思い出せなくて、ないですってなっちゃうんだけど、頭が悪くてそういえば一番好きだった海外の映画って絶対アダムスファミリーだったと思う。見て思い出しました、聞いて思い出したっていうか、来週放送みたいなのを見て、あれ？そういえばめちゃくちゃアダムスファミリー好きだったやん私と思って。さっき前回の配信を見直してました。楽しかったです何？あ、ヒューマンフォールフラットか。本当に大変だった髪型いいですね。あ、お団子です。やっとなんかやっとまとめられるようになってきた。多分髪が伸びて重くなってきたからかな。でもお風呂入ってすぐだとなんか髪がもう爆発しちゃって、なんて言うんだろう、元気になるじゃないですか、そのトリートメントとかして、なんか帰ってきちゃうんですよね。こんなかまとめてもなんかパーンって出てきちゃって、全然まとまらなかったけど、今日はちょっとうまくいきました。寒くなってきましたね。ね、本当に。でもあったかくなったり、もうよくわかんないですね。地球温暖化なのか、地球の気分なのか。ボサボサだ。ちょっと前髪適当すぎた。伸ばしてるんですけど、もうだいぶ伸びてきた。髪、前髪伸ばしてあげた方がいいんじゃないってなって今伸ばしてます、一生懸命。膝掛けしてます、ジジのやつ。
でもこの中すごいあったかい。あと防音材増やしました。吸音材か、間違えた。防音材と吸音材は違うんだって。バタフライエフェクトが好きだった。なんだろう、調べよう。最近ちょっと映像系見てないんだけど、すぐサボっちゃうからさ。なんか見たら面白いんだけど、見るまでがやっぱりダメだよね。もう本当に私が怠惰なんだけど。エフェクトってそのままか。映画、お、外画ですね。2005年って割と最近って思ってたけど、全然もうちょっと前か。少年時代、エヴァンは突然記憶を喪失するブラックアウトを起こすことがしばしばあった。精神科医の医師の勧めで彼は日記をつけるようになる。13歳の時、ある出来事が原因で幼馴染のケイリーと離れ離れになってしまうが、その時にも彼にはブラックアウトが起きていた。面白そう。スクショしとこう。改めてツイッターアイコンにもなっているプロフィール写真も素敵です。そう、なんか自分個人管理なのに事務所の写真を使うって。でもなんかそのやっぱツイッターってその審査の要素というか、その仕事の要素にもつながるから、まあ一応自分のアイコンにし、ちゃんと顔がわかる自分のアイコンにしようと思って変えました。こんばんは。どうも、ギロチン犬のエムデンです。なんかそんなことありましたっけ。もうさ、私1週間前の記憶がないんだけど、皆さんの記憶力ってすごいよね。多分私より私のこと分かってますよね。分かってるっていうか覚えてる。前髪あった方がいい。私も前髪あった方が楽なんですけど、そのなんかやっぱさっぱりした方が、その爽やか、それだ、爽やかな感じが広告系にはいいらしい。仕事のために。え、おもろすぎるこの前髪は。でも前髪扱いにくいから、めちゃくちゃ伸ばした方が楽だろうなって。あとその昔もなんか書いた気がするけど、こうやって寝る癖があるから、もう完全に伸ばしちゃえばめちゃくちゃかき上げヘアーになるんじゃないかなって思うんですけど。日が暮れてからの気温がガクッと落ちましたね。うん、夜ちょっと意味わかんないぐらい寒い時ありますよね。意味わかるんだけど。中谷こんばんは。こんばんは。ギロチンされる。待って、ギロチンを思い出すわ。もうさっきアダムスファミリー見ちゃったから、アダムスファミリーのギロチンが残っちゃって。お母さんがなんか喋り始めました。またお母さんって言ってもた。母が水ゼロみたいなやつ。リゼロが分かんないわ。見てないからごめんなさい。こんばんは。ずっと食わず嫌いをしていた東京物語を先日見まして、とても良かったです。古い映画ですが、東京物語確かね、いい映画に
選抜されてた気がする。なんかその昔の映画を見ましょうみたいなのがあるんですけど、どこで見たらいいんだろうと思って。私近くにあるビデオ屋さんがゲオだから、ゲオに借りに行こうかなって思ってるんですけど、古い映画あんのかな。私がギロチンされた方です。公式マークがお金で買えるようになるって話ですけど、買いますか？ツイッターですか？アマプラで見られた、東京物語？本当だ。ダウンロードしよう。ありがとうございます、情報。で、公式マークがお金で買いません。なんかその効力が分かんないよく。あんだけフォロワーいて偽物だって言われてもね。もしそのアカウント変えなくちゃいけないってなったら、変わった方が本物ってなるからいいですけど、今のところ買わないです。今度見ようと思っている映画の主役オーディションでブンスクの平井アナさんが選ばれて、おーってなりました。え、あれじゃないの、あのプロレスのやつじゃないんですか、今話題のかと思ってたんだけど違う。あれはユリアンさんが主役、また違うやつかな。いいですね、アンナちゃんみたい。こんばんは。キュートなおでこ、キュートではないけど、前髪分けるとおばちゃん感が増す。だっておばちゃんの年齢だもん。年相の方が結構この業界はいいっぽくて、なんかその別に若い役でもいいんだけど、若い役は別に若い子がやればいいじゃん。顔出すってなるとやっぱり年相応の役の方が。家出レスラーでユリアンさんとは別、え、私一緒だと思ってた。全然勘違いしてた。なんかあれですよね、ショールームかなんかで戦ってたやつですよね。あ、全然勘違いしてたわ、間違えました。危な、ありがとうございます。そっち見に行っちゃうところ、見に行っちゃうじゃない、映画じゃないか、あれはそっち見ちゃうところだった。まあでも監督さんが有名な人だからそっちも見た方がいいと思うけど。こんばんは。あ、言ったわ。これ読んだわ。もう記憶喪失なんだけど、私も前髪あった方がいいとは思うんだけど、でも別に自分の意思の仕事じゃないから、なんて言えばいいの。違う、やる意思があるから、やる気持ちがあるから、そうした方がいいっていう言葉はちゃんと聞いた方がいいと思うから、別になんか私こういう感じなんでみたいな、こういうスタイルじゃないとやらないんでみたいなタイプの人間、うん、そっち寄りではあるけど、別になんかそのまあ一応従うタイプの人間だから。いい方に進むんだったらやりますよっていう。なんか偉そうだな。違う、うーん、今後に生かせる、ちょっと日本語が難しいな。お仕事のために伸ばします。お仕事につながるから伸ばします。まあ、切ればいいしね、合わないってなったら仕事によって切るかもしれないし。なかやんやんやん、こんばんは。こんばんは。少し時間空きましたが、 AKB の OB OG、ま、OG だけど、まあ、B でもいいか。誰だのやつ、今の子は知らないんだなと驚きました。うん、
私も現役の子だったら多分知らないと思うんだけど。その被ってる先輩しか知らなくない。私が入ったのは全員ってか大体いる時だったからあれだけど、プロレスのやつそう全然勘違いしてました。でも前髪あるとさ普通の人っていうかさ、なんて言えばいいの、そのまあ、元アイドルの人だろうなみたいな感じになっちゃうけど、ない方がさ年相の分け方だけど、私も老けますけどいいですかとは言ったんだけど、まあおばちゃんの年齢だから別におばちゃん抗う必要はないと思ってるから年齢に。私はただ若い役やらなきゃいけないんだったら前髪上がった方がいいと思うけど、でも別に若い役は若い子がやればいいから、自分が仕事するためにはやっぱ清潔感というか爽やかな感じがいいんじゃないかなって言われて思いました。お姉さんかわいい、こんばんは、こんばんは。お姉さんかわいいはおもろいおばちゃんの方が。さよなら森さんで拝見して好きになりました。大人の姉さん、ありがとうございます。あの一瞬で好きになれるってすごいな。ありがとうございます。危なかった。家出レスラーはアンナちゃん目当てで見て、なんか家出レスラー他にもなんか知り合いで出そうな雰囲気だったんだけど誰だったっけ、忘れちゃった。誰かもなんかオーディションみたいなの受けてた気がするけど、オーディションっていうかあの公開ショールームのやつ、他にも受けてた気がするけど私の記憶力が悪すぎて思い出せない。鼻整形完了した。上がりですから、子役上がりみたいなもんだよね15歳なんてそんなことないか。中谷の黒髪ロング艶やかで好きです。もう最近白髪抜くのが趣味なんだけど入ってこないかな早くもう若白髪って年齢でもないしね。黒髪の方が白髪が見つけやすい。なんかこの辺そのインナーカラーの名残で明るいんだけど、あれですね、映像だと分かんないですね。なんかいい。10年以上前から知ってました。改めて可愛いですね、お姉やん。ありがとうございます。まあ多分慣れたんだと思う。その可愛くなったとかじゃなくて、多分人類が私の顔になれた。と思うんですけど、やっぱさなんかまあ垢抜けたとかはさなんか、まあ、あるにはあると思いますけど、やっぱ顔って慣れじゃん。だこういう人間の顔もいるって認識されたんじゃないかな、みんなの脳みその中で。私は思ってるんですけど、なんか別になんか昔と顔めっちゃ変わったかっていうと全然変わってないし、作りも
最初に残ったのは8人で NMB の石塚さんもいましたね。あ、ちょっと存じ上げないな。じゃあ勘違いかな。そういえばニンニクニララーメン美味しそうでした。めちゃくちゃ美味しかったです。元気になった。なんかなんて言えばいいんだろう、すごい疲れてたとかじゃなくて、なんかすごい集中した時間の後に食べたから、なんか集中したいい時間を過ごした後にさらに好きなラーメンを食べたから、なんかこういう感じで帰りました。やっぱりいいですわ、周りの人が一生懸命だと。もうストレスがない。今までじゃあ周りの人はそんな一生懸命じゃなかったんですかって感じじゃなくてとかじゃなくて、そのなんか一生懸命な場面に会うことがなかったからとか、あとその蹴落とし合いみたいなのしか会ってなかったから、だからグループの時みたいな気持ちに戻ってきた。みんな頑張るみたいな、新しい事務所に入ったことでこうみんなでよくしてこう切磋琢磨みたいな空間にいられるようになったから、すごいストレスが減りました。なんかどうしたらいいんだろうみたいな、その疲れたところを乗り越えた感じ。コロナのせいで仕事ないみたいなのをなんかその乗り越えて、今すごい仕事してるかっていうとそうじゃなくて、そうじゃないんだけど、なんか仕事のために頑張ろうみたいなのがこう周りに、やっぱそういう空気が周りにあるといい、楽しい。昔から仲良いがタイプど真ん中ですよ。 ありがとうございます。私はねよく元彼に似てるって言われる顔です玉さん、つまり時代が仲良さんに追いついたんですね。追いついたっていうか慣れたっていうか、仲良になれた。かゆい、困った、かゆいかゆい、あ、準備中の写真にすればよかったやん。かゆ、え、元カノって言いましたよね。元カレって言ってた。元カレはやばい。違います、元カノです。大人っぽくなったよね。今老けた、老けました。年相応ではまだないかもしれないけど、年取った。ニラそばいいですな、美味しかったです。ちなみにさっきザルそば食べましたそば事務所での講習というかお稽古のようなものがあるのでしょうか。いいですね、楽しい。頭のここが痛いんですけど、ここって何なんだろう。ここよく痛くなるんですけど、この宇宙人の頭の終わりみたいなところ、で枕変えたんですけど、あの皆さんの天城筆ありがとうございます。枕変えたんですけど、めちゃくちゃ
寝てるめちゃくちゃ寝られる。老けたんじゃないよ、綺麗になったんだよ。でもメイク落としたら同じ顔だけど。じゃあめちゃくちゃメイク上手くなったのかっていうとそういうわけじゃないから。でもすっごいラメついてるんですけど、面白いぐらい。これはね、私の仲良しのお友達というか戦友というかからもらったんですけど、ラメめっちゃ散ってる。元カノに似てるって言われても嬉しくないね。なんかどういう感じで別れたかによりますね。なんか男の人ってその記憶を、その女の人をフォルダ別に取っておくっていうじゃないですか。で、女の人は上書きするって よく言うじゃないですか。でもなんかフォルダから元カノの情報を取り出して私に照らし合わせてるんだったらなんか切ないけど元カノに似てるから会いに来てるだったらちょっと切ないけど、代わりみたいなでもなんかそういう感じじゃなくて、いつもその言う人はみんなあ、話題として言ってる感じ。いや元カノに似てるから会いに来たんすよじゃなくて、いやなんか中山元カノに似てるんですよみたいな、ちょっとペロっていう感じだからそんなに嫌な感じはしなかったですけど、ちょっと前髪が定まらないな。ない方がいいんじゃない、やっぱりこうなるから定まらない方がいいかもしれない。こうなるならない方がいいかも。日本語難しい。面食い。あ、面食い。不覚にも顔の話と通じた。後頭部、後頭部です。宇宙人に何かを埋め込まれた。私宇宙人信じてるから。いい枕に巡り合えてよかったです。そう、いいです。ピリピリするなら神経痛かもしれませんし、重いような感じとか締め付けられるようなら首の筋肉が固まっちゃって、え、絶対首の筋肉。なんか押すと楽になる。こんばんは。中山は別名保存派、上書き保存派。なんかそんな大した量ないから、た別で保存してるかも。よく眠れてるって、枕はテンピュールの枕。いい枕だからって寝れるってわけじゃないんですよね。私はそば柄の枕で育った人間なので。でもそば柄っていちいち出したりして干さなきゃいけないって言ってたからって話前しましたっけ。めんどくさいからパイプの枕にしましたっていう話。つかみみたいなもんですか。うん、本当に話題として話したって感じを感じました。わかった、今髪が重いんだ髪が重いんだ。めちゃくちゃ髪の毛重いんですよ。髪の重さで言ったらマジでショートヘアの方が好き。髪めちゃくちゃ重いんですよね。髪の量多いから余計に。
前髪はあるのもないのも可愛い。ありがとうございます。こんばんは、髪型可愛いです、ありがとうございます。めちゃくちゃくちゃだけど、まあおうち配信って感じで。あ、前髪崩れた。固まってる。うん、ゴリゴリ言うから多分固まってます。パッツン好きなんだよな。こんばんは。こんばんは。私もあのこういうパッツンとか大好き。眉ぐらいのパッツンとか眉上とか。でもちょっと仕事には向かないよね。こんばんは。ーい、わーい。なかやんさん、こんばんは。こんばんは。私はお団子にすると肩凝っちゃいます。ですよね、頭重い。だいぶ伸びてきた。もう我慢も何もないところまで伸びてきたから、あとは秋との戦い。なんかあー、長い髪飽きたなーっていうのが多分今後来るんだろうな。特にヘアアレンジする人間でもないから。欲しいな、刃。剣士。中山久しぶり。今東京駅の八重洲口のブリティッシュパブで飲んでます。おーい、近くに住んでる人探しに行くんだ。ダメですよ、個人情報を載せては。パブ、バーブ、いいな。入浴剤欲しいな。あ、違う、よこしてっていう意味じゃなくて買おうかな。結構ずっと髪縛ってると頭皮が引っ張られて頭が疲れたり首が張ったりしますよね。うん、私いつも髪の毛上げてるから。肩凝ってるっていうか首が疲れてるかもしれない。こんばんは、錦鯉さん、長谷川さん。ロングヘアは防寒着、防寒具。いや本当に私首守ってます。とんかつ食べに行きたいな。全然話違うけど、めちゃくちゃ話違うけど、私とんかつ食べるとお腹痛くなるんですよ。油に勝てない。前も話したかもしれないんですけど、酸化した油に勝てなくて、だからポテトチップスとか具合悪くなるんですよ。そういう体質の人がいるらしいです。っていうかいる、ここに。ロン毛の経験ないから
なんともね、まあでもみんなが経験してることだけ話しててもつまんないからね。俺もは楽しいかもしれないけど、そうなんだの情報も面白いよね。なんか年取るとそうなっちゃうんだなって思いました。自分が年取ってなんか自分にしか必要のない情報をしか取らなくなるから、その自分の中に入れなくなるから、別に自分の中に入れる入れないは自由なんだけど、いやその話聞いてもね自分のプラスにならないからねみたいな感じで、ほんと性格悪くなった。余計にもともと性格良くないのにそうなっちゃうから、いろんなものをこう取り入れなきゃって思いました。ブス。探しに行ってください。猫じじさんが東京の八重洲口のなんだっけなんとかパブにいます。ブリティッシュショートヘアみたいなやつ合ってました。ブリティッシュパブにいます。ご褒美で月1回くらいラッシュの入浴剤使います。ラッシュの入浴剤は後処理が大変ですよね。めちゃくちゃ綺麗だし楽しいし、モカモカってなるのもあるけど、草入ってるやつとかめちゃくちゃ掃除めんどくさい。私自分で掃除するから、もう掃除してくれる人がいたらいいのにって思う。剣士が生えたら名字が米津になっちゃいますよ。これが本当の米津。剣士、米津、剣士、剣士、どっちが正しいんですか。私いつもどっちなんだろうって思っちゃう。剣士じゃないのか。米津、剣士さんなんだ。ずっと勘違いしてた。なんかアナウンサーの人とかもたまに米津ゲンシみたいになりません。濁ってるなみたいな時あるか。中山辛いの好きなのに胃が弱い人、油っぽいラーメンは大丈夫なの？油っぽいラーメンはダメな時と大丈夫な時があります。この間のラーメンは大丈夫でした、珍しく。辛いの食べてもお腹痛くなりますよ。私は本当に本当にもうどう説明したらいいんだろう。なんかお腹の吸収率が悪くなって、あ難しいな、ちょっと汚い話になっちゃうから。もう吸収しなくなる、大腸小腸が拒否ってもうそのまんまさよならってなります。添加物かも。会社の人は山崎パンとブルボンのお菓子はダメみたい。かわいい団子わかるけど仲良の年では早すぎる。頭の老化現象。年取って情報が入れられるキャパが減りました。そう、多分あの吸収してない。見た、確かに見たんだ、見たし聞いたんだけど入ってない。3回ぐらい多分見たり聞いたりしないと入らない。だって映画なんて1回見ただけでさ、あーもうここのこれが本当に良かったって見てすぐは思うけど、さてさて3日後、どこがどういったようによろしかったんでしたっけ。まあ忘れちゃうからメモりなさいっていう話なんだけどね。いやいや悪いとは言ってません。いやそうマイナスに受け取っちゃうんですよね言葉。日本語、日本語って
難しくないですか。わかんない、その他の言語がわかんないから、その文字だけを見たときに止まった。文字だけを見たときに、ここに感情は載ってないから、その文字だけを見たときに、だから顔文字とか絵文字ってすごい便利だなって思うんですけど、なんか何考えてるかわかんないなみたいなときすごいマイナスに捉えちゃう。でも最近は本当に好きなもの以外吸収するのやめましたね。なんかそう、嫌なものは吸収しなくていいと思うけど、でも一回吸収しと、吸収ってか一回見とく、やっとくみたいなのは必要な時もあるんだろうな。わかる、そう思えるだけで素晴らしいと思う。いや、それを実行できるかっていうのがちょっと、もうおばあちゃんだからさアマゾネスト入浴剤を、あー違う違う、自分で買います。ありがとうございます。そういえば皆さんへのメッセージ遅れて見つけました、またお役に立てれば。ありがとうございます。本当に私が好きなものをいっぱい買えた、ありがとうございました。お誕生日は世界の入浴剤とメモメモ、あーいらないです、いらないですありがとうございます。にゃんこは外にいます。家系と二郎系ならどうなんやろ。家系はその家、あ、すごいギャグみたいになっちゃう。お家の近くにある家系はニンニクのせいでお腹が痛くなります。ニンニク入れちゃうから。でも油でなってんのかな。私はニンニク、なんかニンニクのお腹の痛くなり方と油のお腹の痛くなり方って違うんですよこれはちょっと私のその体の中が敏感だからわかるのかもしれないんだけど、だからニンニクのお腹の痛くなり方な気がするんですよね。で、ジローは多分食べ過ぎ、単純に量食べ過ぎでお腹痛くなってるんだろうなみたいな、吸収追いつかなくてお腹痛くなってるんだろうなって感じがする。油やばいなって感じはしなかったですけどね、食べた時。ニンニクの芯はなんか成長して芽になってる可能性があるから取った方がいいと思うんだけど、いつも中取ってます。油が鳥と歌。好きな映画でも2度3度見返すと新たな発見へより深く感じる部分があったりします。なんか小さい時は気がつかなかったんですけど、アダムスファミリー後ろに立ってる女の人が同じ人でした。その前のカットと、前のカットで踊ってた女の人が、さあ主役の登場よみたいなシーンでここにもいてそれは新たな発見でしたけど、ちっちゃい時は本当に気づかなかったな。ギネス、ワンパイトとテキーラトニック飲んだ。次はボーボアボアのロック。飲みすぎないでください。年取るとちゃんぽんすると良くないって聞いた、いくつかは知らないですけど
中谷武蔵野線の中谷の武蔵野線の映画を見て原作好きになってあればよかった。ありがとうございます。昨日なんかちょっとだけ時間あったから、ちょっとだけって言い方あれだけど、自分が出てる映像をちょこちょこ見たんだけど、武蔵野線のお芝居がもう面白すぎて恥ずかしくて最初で止めちゃった。よう台本覚えたなって感じですね。時間のない中、ニンニクは殺菌能力が高いから食べ過ぎるとやばいみたい。殺菌なんだ。でもこの間のニラニンニクはいい感じでしたね。そんなに入ってなかったのかな。でもそんなに臭くなかったから、ニラの匂いの方が強かったからあんまり入ってなかったのかもしれない。ニンニクをそのまま焼いて食べちゃうのよ。美味しいから食べ過ぎて死んじゃうの。死んってどこですか？あの目の話じゃなくて、根っこの話じゃなくて、あれは焦げるのが早いから目を取るんですよね。そうなの？私はあれがないとお腹痛くならないんですよ。気の持ちようかもしれないけど、これちょっと私の情報じゃないか、私の胃の情報だから。ニンニク真ん中取る。なぜ目を取る必要があるのか。周囲の白い部分に比べて匂いや辛み成分が多く含まれています。調理の際に焦げ付きやすかったり、アクも強かったり。私はその調理のためにってわけじゃなく、胃のためにとってる。そもそも取るべき？アクが強いんだって。えぐみが強い。新鮮なニンニクならそのまま、時間の経ったものは料理に合わせとる。あーでも絶対さ、輸入されたものだから時間経ってるから。いやいや、どんだけ時間かかってんね。安いニンニクだから取った方がいいと思う。私の買ってるニンニクは。あと取ると楽しいんですよね。って取れてすごい楽しいから、それをちょっと体験してほしい。電車乗り過ごしたりして、東武東急乗って、でか、スカベで降りるはずが栃木市まで行ったこと。大変よ。スカベ防衛隊。豚骨ラーメンを食べるとお腹の調子悪くなります。最近豚骨ラーメン食べてないからちょっと記憶があれなんですけど、あれって豚骨ラーメンだったのかな、もしかして。いや、このニラニンニクが豚骨ラーメンだったかもしれない。豚骨でした。豚骨食べました。この間はその調子が、心も体も調子が良かったのか、痛くならなかったです。給
九州ラーメンみたいな豚骨ラーメンと横浜ラーメンみたいな背脂ギトギトラーメン、どっちが苦手？昔は豚骨ラーメンのあの独特の匂い、独特の匂いが好きじゃなかったんですけど、お店の前とか通ってもわってなってたんですけど、うん、横浜ラーメンがちょっと分かんないからなんとも。どっちも好き？ラーメンだったらどっちも好き。こんばんは。なんか痩せました？顔が小さく見える。あ、髪上げてるからじゃないですか。横の毛もないから。ここが頬骨が出てるから痩せて見えるだけだと思います。やばい、あと5分で終わりにします。別に何もないんだけど。あ、横浜ラーメンって俗に言う家系ラーメン。あ、どっちも好きです。家系が横浜発祥なんだ。スーパーでニンニクの味噌漬けとかよく買ってますね。私あれ苦手でした。めちゃくちゃ美味しそうと思って買ったけど、やっぱ合わなかったな。ちょっと自分の口に合わなかった。おつす、おつす、京都ラーメンが好き。あ、待って、収益化の話忘れてた。じゃあその話をしたくて配信したかったのに。見て。ちょっと待って、忙しい忙しい。そう、ラーメンは全部好き、痩せてない。京都ラーメン、そう、あ、そうだ、思い出した。ラーメン好きって言うと、じゃあ何ラーメンが好きみたいな、自分はねみたいな話になっちゃうんだけど、私はラーメンが好きなんですよ。ラーメンだったら、まあ、何でもいいってわけじゃないけど、割と何でもいいの。好きなものはあるけど、好きなラーメン屋さんはあるけど、もう私はこだわりのこだわりで、ここじゃないと無理なんですみたいなのが何もないから。みんな来るの、みんなちょうど来るやん。終わりにしようかなって思ってたのに。京都ラーメンの味が分かんない。なんかあっさりしてそうですよね。おしとやかな感じ。家系は豚の背脂を丸々煮込んでますね。そう聞くとちょっと怖いけど、でも絶対家の近くのそのラーメン屋さんは家系なんだけど、ニンニクでお腹痛くなってる。え、まだ2時間経ってませんか。1時間で終わりにしようとしてました。うちの近所の、もうみんなさ、個人情報めっちゃ出すよ。ゲド橋ラーメン食べてほしいな。背脂ちゃっちゃ系ですか。背脂ちゃっちゃ系好きですよ。お腹痛くなるけど。両方ともお腹大丈夫なんだ。お腹で選ばないです。もう次の日何もなかったら食べちゃう。こんばんは、お元気そうで何よりです。お元気です。おとぼけタレメンなんかやんです。ラーメンで1時間終わるとこだった。いや、もう終わりにしようかなって思ってたんですけど。まあ別に余裕もないから喋ってもいいですけど。
京都ラーメンもギトギトだそうで、そうなんだ。やっぱり中谷の声が好き。ありがとうございます。中谷こんばんは。こんばんは。やっぱり麺食い、麺食い。新副菜館美味しかった。むこじじはちゃんぽんだけがダメ。お酒のちゃんぽんじゃなくてちゃんぽん。私ちゃんぽんも好きです。麺類やっぱ全般好きかも。とりあえず収益化のお話。あ、そうそうなんですよ。なんか収益化オフになったよって連絡あったって言ったじゃないですか。でもオフになってないんだけどこれどういうこと。オフになってなさそうなんですけど、その YouTube スタジオっていうかを見ると11月も継続中になってて、何がオフになったんだい。うん、っていう感じで、だからまあでもあれを更新してないけど、動画を更新してないから多分やる気あんのみたいになったんだと思うんですよね。なんか収益化止まってないです今のところ。まあただいくら以上っていう決まりも変わってないだろうし、うん、何がオフになったんだろう本当にわからないっていう感じです。だからなんだっけ、何人の話をしようとしたんだっけ。メンバーシップそう、メンバーシップ、特に何も更新してないけど、もう気が向いたら更新してもらって大丈夫ですっていう話。配信に今気がついたっす。ありがとうございます。家系は豚骨と鶏ガラのチー油がよく入ったラーメンと言われていますね。海苔とほうれん草とチャーシューって感じ。うん、京都のラーメンは結構こってりです。意外。なんか澄んだせせらぎのようなスープかと思ったんだけど、京料理って味濃くなさそうなイメージだけど。もやさん、そういえば今日、ん？昨日到着予定で事務所にお手紙プレゼントをお送りしました。ご都合良き時にご確認ください。ありがとうございます。でも土日休みだから不在になってるかもしれない。ありがとうございます。尾道ラーメンが好きですね。京都ラーメンって天下一品、京都人はチェーンの天下一品は邪道というが、あ、そうだ、天下一品だ。本店があるんですよね。その話こないだしました。長崎ちゃんぽんだけダメ。皿うどん食べる。皿うどんってパリパリのやつかな。スーパーサンクスがオフになってませんかね。え、わかんない。ちょっと待って、それ開いていいですか。魅力や、ん、魅力ってこんな字だったっけ。行けるとこまで行ってみましょう。天下一品のこってりはポタージュスープって感じですね。うん、背脂醤油あっさり、ちょっとわかんない、難しい。背脂入ってるのにあっさり。じゃあ店出ますのでひとまずお疲れ様。お疲れ様です。京都料理って出汁した味がしっかりしてる、しょっぱくないだけ。大阪行って思ったけど、大阪は味がてかしょっぱい、
お出汁のしょっぱさが強いなって思った。何でしたっけ。あ、そうだ、 YouTube スタジオ開こうと思ったんです。今開いてます。あ、でもさ、チャンネルをビジネスに変えて収益を得る方法に関する人気クリエイターからのヒントをご紹介します。ってことはさ、収益がオフになってるのかな。わかんないな、わかんないんだよな。なんか収益化方法みたいな、でも支払いの、受付はできてて、お支払いの開始時期は基準額に達したらみたいな、なんかだからスタートに戻ったみたいな感じなんですよ。今から始めるぐらいのなんかお知らせ画面みたいになってて、でスパチャをでもオンになってる、ステッカーもオンになってる、スーパーサンクスもオンになってます。オンになってるよみんな。怪力屋、怪力屋、うん、怪力屋。京都のラーメン、この文字見たことあるよな。見かけたことあるかも。スーパーサンクスがオフになってたら収益化の対象外になるんでしたっけ。ちょっとわかんないんです。わかんないから困ってるの。でも別にその別に収益のためにやってるわけじゃないから、そのなんかみんなが投げた投げ銭が私まで届かないっていうのがちょっと嫌だなっていうだけで。だから届くまでにな、届くぐらいの額に、額まで投げてもらわないといけなくなるっていうのがちょっと難しいところだなっていう感じです。です。こってりやポタージュスープ。美味しい。関西は薄口醤油を使うから塩辛いんですよ。そう、なんか見た目が薄そうなのに飲んだらショペってなるっていう。少なくとも今月はいけてるっていうことですかね。うーん、みたいです。だからそれが初期化されたみたいな感じ？収益化が。額が少なかった月があったから、もう一回頑張ってねみたいな意味だったのかな。オフにはなってないかったんですよ。なんかアドセンのとこ飛んでもなんか YouTube スタジオで確認してね収益化のことみたいな書いてあって、でその収益化のところ見たら動いてたから死んではいないんだろうなって感じですね。
広島の麺といえば最近は汁なし担々麺って感じやな。へえ。汁なし担々麺ってさ、油そばみたいな感じですよね。油ではないんだけど、いや油なんだけど、うん、チェーン店だけど喜多方ラーメン番内が美味しいですよ。もうみんなおすすめラーメンすごい教えてくれるじゃん。もう忘れたよ、思い出せないよ。スパチャ届かなくなったの、いやなんか収益化オフになるけど大丈夫みたいなメールが来たんですよ。でなんか番号も一致してるから、あ私のその YouTube 収益化してるの YouTube しかないから、いやーパンケンさんありがとうございます。いいよ、すべくんに投げてるわけじゃないのにまあ YouTube にはお世話になってますけど、そうみんなのお金がどっか行っちゃうのは悲しいです。どこにも行かないんだけどありがとうございます。一度ガイドラインを見直してみました。全部読んだの。でもアドセンじゃなくて YouTube スタジオで見てねって言われたの。やだー、カズさんありがとうございます。こうなっちゃう、顔がこうなっちゃう。めっちゃ年相応のブスになったよ向かいに届け、ありがとうございます。でそのアドセンのガイドラインも見て、そしたらなんかそこにアドセンの中に収益化を再度オンにするみたいなのがあったから、あじゃあ今月だから先月終わりだよって言われたから、じゃあ今月に入ったらそれ見ようって思ったんだけど、アドセン入ったらログインしたら、いや YouTube は YouTube のあれなんで、 YouTube スタジオで収益化をチェックしてねって言われて、でその画面見たら、だその変わってないんですよ額は。その受け取れるようになる額は変わってないから、また受け取れる額に達したら多分始まるんだと思うんだけど、だから初期化されただけみたいな感じっぽい。別にその収益化がもう一生オフなってわけじゃないっぽくてっていう話。そのスパチャが全てじゃないんだけど、そのポイ投げてもらって、ね、その辺にポイってなっちゃうのは嫌だなっていう話でありがとうございますお二人とも。もうこれで多分その額に達しちゃったから、もう今月もう始まったってことじゃない、その収益化がオンになっているってことじゃない報告しますね、反映されたら。でもなんかその額に達したので振り込むよみたいのが結構ギリなんですよね、連絡来るのが油ですね、ラー油ですからね、汁なし担々麺。いやそうですよね、じゃあ少し時間を置いてから2日ぐらいはかかります。でもその額に達したよっていうメールは多分来月にならないと来ないにちゃんと届いてほしいですね。スパちゃんもう届いてる。でもそう額本当にお金が届くか届かないかって話ですね赤スパ投げると変顔してくれるらしい。
いな海外企業の規約って曖昧な表現多いよね。なんかそうちょっと日本語がなんか不思議だったりするから、ちょっとおバカな私はんってなる。なんかすごい陽気に表現するじゃないですか。え、つまりどういうことみたいな。まだまだ若い中山、ありがとうございます。肌は若いと思うんだけど、でもシミレーザーでもしようかな。シミあ、わかった、レーザーしてみたをスパチャのお金でやればいいんじゃない。Vlog レーザーでシミ取り行ってきた。怒られるかな事務所に。でも綺麗になることだから、そう、努力は多分褒めてくれると思うけど、それを動画にしたら怒られるかもしれない。こんばんは、久しぶりに見に来れた、好き、ありがとうございます。でもね、さっき15分前にもう終わりにするって言ってからもう15分経ちました。京都ラーメン好きのトミンです。いろいろ言ってそうですね。ただそのラーメンがその毎日食べられるわけじゃないから、私はもうブクブクになっていいんだったら毎日食べるけど、昔に比べたら代謝はやっぱ確実に落ちましたね。なんか久しぶりに知り合いに会って、まあ、太ったって聞かれたわけじゃなく、いや昔に比べて太りましたよって言ったら、なんでって言われて、いや年取って代謝がねっていう話をしました。いやしてないかも、伝わらないと思ってしなかったかも。天然さんなんで、なんでって言われて、いやそりゃ年取ったら代謝悪くなりますよって思いながら、まあ運動しなくなったからですかね、前よりはしなくなったからですかねって。どの中山も可愛くて好き、もうありがとうございます。絶対みんなが褒めてくれるから、ね、難しいねね。じゃあ来月まで待つしかないですね。そうなんです、わかんないな。可愛いが渋滞する、渋滞してないな。広島の麺類はお好み焼き、汁なし担々麺、広島つけ麺、尾道ラーメン、ご冷麺、オープン県行きたいけど広島からじゃ遠いんだよな。ずっとあの前通ってたスタジオの近くにホープ県があって、でも行けてないです。事務所も近かったんだけど一回も行けずに終わっちゃった。 5? アプリ審査でもそうだけど、 Google や Apple の規約は解釈に余地を残すために曖昧な表現にしていること多いよ。そうなのかな、直訳、でも英語わかんないからな。あ、クレクレレーメンってこと。広島行きたいんですよね。初めて、まあ仕事だったけど、仕事のためのあれだったけど、初めて自分で行った、遊びに行った土地かもしれない、広島。新しい事務所の宣材写真は綺麗に撮れてますね。もうなんか加工したんじゃないかってぐらいめっちゃ綺麗に撮れてますよね。まあ多少綺麗にはしてくれてると思うんですけど、いやなんか関わってないかわかんないんだけど、びっくり、うぶ毛
別人だよね。別人まではいかないか、ちょっと仲よ寄りの誰かみたいな仲よ寄りの誰か。かゆ、こんばんめし、こんばんめし、ちょっと分かった、決めた、半に終わりにします。私はそう誓った。あくび配信、いや多分酸素なくなってきたなと思います。だって寝たもん。 AKB 時代の握手会で仲良いにあってこんなに可愛い女性いるんやってびっくりした記憶。それはじゃあもっと選抜とかに合わせたらもうこの世の生き物じゃないってなってたかもしれない。こんばん、こんばんはんです。認知してくれますか。なんかなんか変な人来た。でもまあワカメさんは割とずっとコメントしてくれ、挨拶だけコメントしてくれる人だから一応認知してますけど。お好み焼きにも種類たくさんで面白いですよ。トマトが入ってたりご飯だったり鶏もつ入ってる。そう、広島行った時一人じゃ食べられないと思ってお好み焼きは食べなかったんですよね。10時半ですね。 OK です。はい。お知らせしなくていいですかね。自分時計あるから。もう終わりだよって言われるとなんかもう早く終われっていう気持ちになってすっごい悲しいから押し入れは酸欠になるよ。そう、今押し入れにいます。私は基本的にそのマイナス思考だから言葉を嫌な風に受け取っちゃうんですよね。これはほんと昔からちっちゃい時からそう全部考えちゃう。なんか私あれだと思うんですよね。なんだっけ、ハイリーセンシティブパーソンみたいな、一生それ考えちゃう。なんか、あの人こう言ってたから私のこと嫌いなのかなとか、この言葉って もしかしてこういう意味みたいな、全部マイナスな方に捉えちゃう。でポジティブなんかやもう存在はしてるから、あこれをこうやってくれたのは私にこういうことを教えるためにオッケーオッケーみたいな時もある。でも基本的にはマイナス思考。クレの街が出てくるからこの世界の片隅には民祭それ見ましたよ。あの広島の舞台やった時に、その作品はもう簡単に進めちゃいけないよ。なんかあんな穏やかな絵だから、穏やかなお話かなって思ったら全くそんなことなかった。それか、クレ。あ、京都だったんだ、クレって。何も分かってなかった。え？違うわ、逃げた先がクレでしたっけ？ほら、こうやってさ、忘れちゃうんだよね、見ても。どんなにいい作品でも。もうもはや病気だと思うんですけど。ミンチもあるな。あーお好み焼き食べたかったです。事務所の写真、今までと雰囲気違うように感じました。そう、なんかその今まで声優やってたからその写真
女優としての写真を撮ったことなくて、その自分っていう感じだったから、ま、うん、潜在写真も確か自分なんだけど、なんて言うんだろう、そのナチュラルさでの自分を出すにはどうしたらいいですかって言って、もうその写真を撮ってくださったそのカメラマンさんとメイクさんが任せてって言って、じゃあ広告系も撮れるようにするから任せてって言って、任せてとは言ってないかもしれないですけど、任せてねって言われて、じゃあ広告系も撮れるようにしてこっかって言って、髪型とかもちょ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 こんな感じかな、よしよしオッケーって言って、びっくり、素敵な写真になりました。いや何も盛ることなく、中屋の魅力が引き出されたいい写真だと思いますね。優しい。でも本当にメイクも、そう、今がっつりアイライン引いてるけどセルフだからラインもそんなに引かずに、でもその締め色だけでこうキュッキュッキュッってやってくれて、やっぱこの色1個入ると違うよね、女子は違い分かるよねみたいな、ハハハって言いながら、もうペペペってもう綺麗にしてくれて、すごかったですね。なんだろう、やっぱそのメイクさんとかカメラマンさんもやっぱ人によって全然違うんだなって特に感じました、撮ってもらって。なんかメイクさんも人によってはそのなんか自分が好きなメイクあるよねみたいな、全然やっていいよみたいな人もいれば、とか今回みたいにその良さを引き出すメイクをしてくれるメイクさんとかっていうのを今回特に感じた。楽しかったです、オツです、ありがとうございます。あ、もう31分やで。選抜メンバーにも握手行ってたけど好みドンピシャだったのが中井でした。あら、オレディ、俺の頭の中で写真集3作目、潜在写真か。私も舞台を見るにあたって前作読みました。全作品、あ、違う違う、作品全部読みました。湯投げの町、桜の国ですね。そう、マジで印象に残んないキャラクターだった。でも、もう私はもう作品の一部、作品の一部と思ってPSP のゲームで中谷さんが選抜常連組よりも一番可愛らしかったです。特に黒縁眼鏡の、え、そんなのあったっけ。冬投げの町、桜の国の舞台の大阪の公演見に行きました。ありがとうございます。自然光もいい感じでしたが、良いお天気だったんですか。え、雨降ってました。でも窓はすごいいっぱいあって、だから多分カメラマンさんの技術ですね。それはめちゃくちゃ照明焚いてたとかじゃないし、1個2個ぐらいだった照明置いてたの。クレは海軍がある造船の町でもありましたからね、市内から30キロくらいのところの位置。宮島、私宮島って広島の島ですか。行きました。まだ工事中、鳥居が工事中の時に行きました。で、一人で鹿と遊んでたら、なんかイケイケのお兄ちゃんにこう、私がこう鹿取ってたら、えぇーみたいな感じで映られて、でも映ってなかったけど、来るのが遅くて映ってなかったけど、えぇーってされました。怖いって思いながら一人で行きました。時は来た、そろそろですよ。ですよね。グアムのですよ。記憶ない。グアム、グアムはあれか、なんか台本あれか、何この話みたいな、意味わかんないみたいなやつか、動画の何なのこの主人公みたいなやつですよ。
あの大阪公演その後が大変そうでしか、ああ大丈夫でした。潜在が女優中山モードになったわけです。いいお仕事に巡り合いますよね。そう、テーマは女優、テーマは女優っぽく広告系が取れるように、あと白いワンピースの方は乳酸菌がテーマでした。真っ白すぎてなくなっちゃうってなって、肌が白いから乳酸菌だねって、乳酸菌の広告取ってこうっていう感じで取ってくれました。雨だったんですね。そう思えない印象でしたけど、そう思うとまた味わいがあります。そうですよ、雨降ってました。こんばんは。あ、いらっしゃいませ。でも終わりにしたいと思って、まあ、といません。よかったらアーカイブを見てください。もう30歳、31歳の喋り方じゃないよね。お疲れ様でした。ありがとうございました。どうも、宮島公開されました。宮島だっけ、宮島だっけ。もう日本語難しい、何も喋れない。まあ、とりあえず一人旅行った広島が楽しかったっていう話じゃないじゃないだけみたいになっちゃった。そう、遊びに広島遊びに行った話、収益かなんか残ってるって話、ですね。もう忘れちゃった。あとラーメン、ラーメン、ラーメン。何歳でもその喋り方でいいと思っています。可愛いです。そう、場面に合わせてね、こう変えられれば大丈夫ですよね。ちゃんとね、オーディションの時はちゃんと喋るようにして、でこういう配信の時は適当に、いや適当にっていい意味でこの場に合った適当な喋りをして、適当ってその適材適所、違う、そのこの、あれ、髪の毛、挨拶した時に誘ったっぽい。厳島神社、あ、お金払って入りましたよ。右側行きました。右側だったよね、お金払った。でその、ええって映ってきたお兄ちゃんたちが、ええー、どうする、入るみたいな話をしてたのが後ろで聞こえた。マケンがジュートバッグを持って笑っている写真見てるとこちらも笑顔になっちゃいます。あれはもうあのまさにこうファッション系のやつのイメージでいこうって言って撮ってもらいました。今夜はここまでにしますか。ここまでにします。鼻も出るし、まあこれは花粉だから仕方ないけど、宮島厳島神社、合ってた。お疲れ様でした。今夜も楽しい配信ありがとうございました。おつ、せっかくの厳島じゃけんの私は広島の言葉は喋れないから喋らないキャラだったし。お疲れ様でした。お疲れ様でした。また来ます。お疲れ様でした。ありがとうございました。番犬さんとカズさん、ありがとうございました。カズさん出会ってるの、ありがとうございました。これまた報告しますね、これでスパチャがどうなったか。待って待って おやすみなさい。またね。お疲れ様でした。また次回楽しみにしてます。おやすみシェルは、ちょっとこれ社長に知らせるわ。ちょっと。こりゃ、もうマジで。写真撮る。おやすみシェル喜んでくれそう。挨拶として使っていいかな。おやすみぶさーん。お仲やんきり、え、ありがとうございます。合ってます。ありがとう。あ、よかった、カズさんね。
おつ、お疲れ様でした。おやすみなさい。おつでやんす。じゃあ皆さんありがとうございました。おやすみシェルおやすみシェル私の中で流行るおやすみシェル流行ります。私の中で流行ると思いますニコニコになっちゃった。ありがとうございました。バイバイ。あっという間でした。ありがとうございました。